試合の解説をしていきます。これどうする？これ上でいいか。お互いダブルガードで、韓国の選手ですね。ダブルガードで、ベリンボロに行ってる感じですね。腰が、ケツが出そうになって止められて。ここで、僕がやってるのは、ちょっと見づらいんですけど、足を中に入れて、バックに回られないようにしてますね。僕の足が今みたいにこう内側に入ってるんで、するとバックは取られないですね。ベリンボロのディフェンス、そんなに要領さえ分かれば割とできると思いますね。アジア選手権とかにも出て3位とかになってた選手らしいですね。もう上取って、ちょっと上練習してたし試したかったんでっていうのもあって、もうここは上に行きました。相手は結構下こだわってくる感じだったんで、結構相手の足のフレームが強かったんですよね。結構こう潰しに行ってプレッシャーとかかけてたんですけど、僕は今これ尊虚ベースを使ってます。こういうお尻をともふくらはぎ密着させて、するとデラヒーバーとかもされないし、三角とかオムプラッタとかのサブミッションもされないし、結構便利な、その楽なんですよね。あと結構相手こういう潰れる足を結構上げてるんで、潰せるような、潰しやすい形にはあるんですけど、そこからが難しかったっすね。やっぱ上の時はこう相手削って疲れさせたりしたいんですけど、疲れさせれなかったですね、この試合は。今みたいにこう尊虚ベース僕は使ってますね。で、襟のグリップがなくて、走れる時はもう立って横に走りたいっていう感じで、でもあんまりこう回り込むのもあんまできなかったっすよね。スパイダーとかされてるのを手を出して、でここのバトルっすよね。今これシャローラストされてて、デラヒーバー入りましたね。デラヒーバー入ってすねをして、でこの処理結構練習してて、幸四郎に教わって練習してた。アトスの選手とかが使うんですかね。こうつま先を引っ張って持ち上げるっていうベースを、でも崩されましたね。崩されて。ちょっと起きられそうになって、僕はちょっとフットロックを狙うプレッシャーかけて、相手が引いてきたのを僕が上取ったっていう感じですね。担いでると、相手はあんまりアタックはないんですけど、そこから僕もあんまりプレッシャーはかけれてないんで、今はどっちもどっちっていう感じですかね。今ちょっと噛みつき入れてるんで悪くないんですけど、全然削れてないです。僕もっと上からプレッシャーかけて相手プッシュさせたかったんですけど、1回戦はそれができてたんですけどね。2回戦の相手には、この選手相手にはそれができてないですね。
これフェザー級で70キロ以下で、僕はほとんどこうナチュラルの体重で出てるから、ちょっと相手の方がでかいっすよね。まあでも本当、ライト、フェザー級の70キロ級の1個下が、ライトフェザー級って言って、64以下ぐらい、道着込み64以下なんですけど、まあ、そこのトップどころは全然、普段のフェザーでも勝てるんで、まあ、やっぱそこ目指してるんで、今回フェザーで試合しましたね。まあ、これ時計見てんのは動かなかったらお互いに膠着が入ったり、反則がもっと動けみたいな指示が入ります。肘を締めてることで、まあ、三角とかオモモされません。ここの管理がすごい大事ですね。まあ、難しいですね、そこが。で、ここがちょっと乗せられたんですよね。最後スイープされた時もこっからなんですよね。結構潰せてるなと思って潰してたんですけど、ここで結構足の力強いっすよね。普段こっから乗せられないんですけどね。ちょっと体重のかけ方が甘いのかな。まあ、ちょっと右手を、で、足を押さなくてもいいかもしれないですね。右手でも、パンツとか腰とか掴んで、引き上げて。右手押してる分、やっぱ乗っちゃったっていうのはありそうっすね。カットされて。肘締めて、まあ、やっぱ三角とかもされないように気をつけてます。めちゃめちゃ。そう、僕はダブルガードから上立ったんで、1アドバンだけ勝ってるんですよね。そうそう、こういうとこっすね。ここで結構潰せてて、相手結構このポジションそんな嫌そうじゃないっすよね。これも乗っちゃったっすよね。これ三角ちょっと危ないっす。すぐ手隠して。これは決まらなかったんですよ。一緒っすよね、これで。ちょっと足開いて、乗せてきたところをボンって押すって感じですね、相手の戦略としては。まあ、ここまで行ったらもう、まあ、でもベリンボル、まあ、回ってベリンボルとかもあるんですけどね、ここから。それはそれでちょっとリスクなんで。でも回った方が良かったっすね。ここで三角されるぐらいだったら。あと何分？今多分あと4分ですね。あと4分。なかなかプレッシャーかけれなかったですね、本当に。相手も攻めづらいと思うんですけどね、こういう僕、尊敬ベースとかすごい使うから。意外といないんですよね。こういう、ここまでしゃがむ選手って。で、手をこう出しにいってるんですよね。こういう感じで。シャローラッソーとかされてる時に、この手が出せれば、手の甲からこう出して、カットしていくんですけど。まあ、相手もグリップキープするのしんどいんで、こうなると。まあ、相手に力使わせることもできるし。で、デラにしてきたところバックステップして、まあ、下がるみたいな。下がったみたいな。流れです、今は。この手をまた出しに行こうとしてます。結構本当、相手両袖グリップで結構固執する感じだったんで、そこまでこうアグレッシブなタイプではないです。下のそのスタイルとしては。で、ここもめくって、この辺かな、スイープされたの。これで、あ、まだか。まあ本当に、まあ途中でスイープされるんですけど、そこはやっぱされずに、やっぱ上キープし続けるべきだったっすね。まあ、ちょっと言い訳としては、あ、これ、
これは大丈夫ですね。これ僕、この足の裏取りに行く動きで、ファブリッシュアンドレとかよくするんですけど、まあ、言い訳としては、もう試合間隔がめっちゃ短かったです。本当、僕の試合終わって、次の試合の次みたいな、もう本当10分ぐらいしか休憩時間なかったんで、ちょっと疲れてたっすね。なんか足とか、その前の試合もずっと上でいたんで、まあちょっと足の耐久力、まあ、やっぱ言うてもでもやっぱ、そのこういうトーナメントって、特にめちゃめちゃ大きいトーナメントはもうちょいちゃんと開けてくれるんですけど、これぐらいの規模のトーナメントだと、結構その間のスパンが短い。これまあ普通のその地方である、国内である大会とかもそうなんですけど、すごい間が短いことあるんで、やっぱそういうのも想定してもっとやっぱ足のトレーニングとかをして、まあ、ちょっと自分の足腰弱かったなっていうのは感じました、ね。まあ、やってるんですけどもっとした方がいいなっていう。でここでスイープされました。ここ、まあ、ちょっと上頑張れば いけたと思うんですけど、上足しっかりここで引いて立てたと思うんですけど、なんか僕も足結構きつくて、一回ここでスイープされてもすぐ返せるかみたいな、ちょっとこう、なんかそのスイープもできる自信があったのと、ちょっと足の疲労で、ちょっと一回ここ下になってもいいかみたいな感じでなっちゃったっすね。これは本当に良くなかったっすね。ちょっと自分のその判断ミスっていうか、判断ミスが起きたのは、やっぱその自分のこのフィジカルのコンディションっていうか、作りが甘かったのとか、まあ、技術とか、まあいろいろ関係あるんで、まあ、その辺は修正していきたいと思います。今あとはもう相手はまあキープしたいっていうか、あと2分ぐらいですね。僕はこっからスイープ行きたいんですけど、まあ、ちょっと、まあ、誤審じゃないけど、まあ、ちょっと、って思ったシーンがちょっとこの後あるんで、ちょっと。僕はこう足抱えて、この足を浮かして、まあ、X みたいな形ですよね。相手はこの左足ついていきたい感じですね。左足マットついて、まあ、バックステップとかして、横に抜けたい感じで、僕はもうそれさせないようにしっかり足浮かしつつ、まあね、相手遠ざかるのと、結構こう、左手で、これ、いいっすよね。これがあることで僕、起きれないんですよ。右足が抜けなくなってるから、相手は。まあ、これ結構やる選手いるんですけど、チームメイトでも結構やってくる選手いて、すげえ嫌なんですけど、まあ、右足がコントロールされてるから、まあ、起きれないんですよね。起きれないから僕は今こうやってバックを狙っていくような動きに変えてますね。スイープから。バック。で、相手結構場外に移動してます。で、ここで、これちょっとバックチャンスある形じゃないですか。で、ここで止まるんですよ。これ再現できるじゃないですか、普通に。なんかこう、ぐちゃぐちゃってな、場外でぐしゃぐしゃってなって、再現できない形になったら、なんかこう、立ちからリスタートなんですよね。でも今回、全然再現できる形だから、今のポジションからでしょって思ったんですけど。立ちからになっちゃったんですよ。まあ、これが、まあ、誤審かどうかはちょっとわかんないですけど、でもまあ僕から明らか誤審もいっぱいあったんで、このトーナメント全体見てて、まあ、レフェリーのあんま、なんかそのレベルは低かったっすね。なんか日本でももちろん誤審ありますけど、なんかよりひどかったっすね。相手もずっとキープで、もうこれはもう、でも僕もパスするしかないんで、まあ、これきついっすね、この展開は。さすがに。今までずっとパスできなくて、まあ、僕はもう行くしかないんですけど。で、まあこれで、まあちょっと途中で切れてるんですけど、まあこのすぐ後に終わって、まあ、負けたっていう感じ
ですね。まあ、そうっすね。まあ、こっからでも、まあ、リスタートしても、リスタートしたら、まあ、まあ、50%ぐらいはチャンスあった気するんですよね。まあ、でも、そもそもやっぱ、ここ返され、途中で、返されちゃったっていうのが、まあ、問題なんで、ここでね。上こだわるべきだったんですけど、ちょっとこう、ね、自分のそのフィジカル的な部分とか、テクニック的な部分で返されてみたいな。で、またそもそもの話で言えば、もっとこうパスのプレッシャーかけれて、僕がそのパスのポイント取りきれなくても、パスのポイント、アドバンテージとか取れてれば、もっとトップキープも有利に、簡単になったと思うんで、まあ、いろいろっすよね。まあだからまずは、まあ、課題としてはこの試合から見れる課題としては、まあパスっすね。こういう、まあでもそのパスがどういうふうに修正していけばいいかっていうのは割と難しいですね。まあ潰した後の形とか、今回の試合結構潰す形が多かったんで。こういうプレッシャーかけた後の形とか、あんまりこう横に走れなかったっすよね。結構横に走りたいんですけどね。まあ、この担ぎからの展開とかっすかね。そうっすね。まあ、あとはまあ、そのトップキープ。まあ、前と比べたらトップキープもだいぶできるようになってきてはいるんですけど、やっぱちょっとフィジカルも、まだまだ不十分というか、弱いんで、その辺も強くして、まあ、ボトムはね、今回ちょっともったいなかったっていうか、まあ、場外で、なんか変なリスタート食らっちゃったんで、まあ、ボトムに関してはそこまで悪いところはなかったと思うんですけどね。いかんせん上からプレッシャーかけれなかったっすよね。こういう結構ディフェンシブな相手を削るってまあまあ難しいと思うんですけど、でもやっぱトップ選手だと、本当のトップ選手、本当、世界大会とか優勝できるような選手だったら、ライトフェザー、普段出てる選手でも、出る選手でも、まあ削れるっていうか、もっとプレッシャーかけれると思うんで。まあ、その辺ちょっと練習していこうと思います。はい。で、まあ、今回ちょっとこう、やり方ちゃんとしてるじゃないですか。解説動画。この前教えてもらってやり方。で、ほんとちゃん、すごい専門の人に教えてもらって。で、それをこう、まあ、オンラインサロン、右端に出てると思うんですけど、オンラインサロンの試合の添削みたいな、その入ってるメンバーの試合の添削みたいなのを、まあ、今までやってきてるんですけど、こういう形で多分できると思うんで、はい、ちょっと楽しみにしておいてください。バイブー。